私の仕事でみんなで使える共有のパソコンを買うことになり、購入したのはレッツノート CF-LX6。こういうのって6と呼ぶのか6と呼ぶのか、いつも疑問に思います。そんなことはいいんですが、これは中古で購入しました。仕事で使う分にはあまりにも快適だったので、今回はそのレビューを行いたいと思います。どうしてこのレッツノートを選んだのか、どうしてこの中古のレッツノートを選んだのか、購入して約1ヶ月、金額は6万円ちょっと。快適です。皆さんご機嫌いかがですか？タンディ M チャンネルの M です。今回紹介するのは中古の商品になりますが、パナソニックのレッツノート CF-LX6。CPU は第7世代 Core i5-7300U、2.6GHz。メモリは 8GB、SSD256GB、モニターは14インチ。モニターの大きさは一番大きいレッツノートになります。このパソコンの用途としては、メールを見るか、Word、Excel、あとは簡単に動くソフトなんかを入れるくらいです。CPU は Core i5 ですが、私はいつも思うんです。仕事にもよるかもしれませんが、作業の効率を決めるのは CPU ではない。私の場合はモニターの大きさで決まる。そのように思っています。モニター自体が小さいと支障をきたします。ちっちゃい画面でせっせこましく仕事をするなんて非常にストレスがたまります。モニターが小さいということは持ち運びができやすいかもしれませんが、その分モニターだけではなくてキーボードも小さく打ちづらい。やはり実際使ってみて思ったのが14インチもあると快適に画面を見ることもできるし、キーボードも打ちやすくなります。ストレスなんて全く感じません。私は今までレッツノート3台ぐらい購入してきたんですが、ちなみに新品ですけど、今回は中古を購入してみました。他にノートでの新品で安い機種か、それかこの中古のレッツノートをどちらを選ぶか迷ったんですが、この中古のレッツノートにして正解です。これは Amazon で購入したんですが、 Microsoft Office もついており、ディスクドライブはついてませんが、その分軽い。久しぶりにレッツノートを触ってみて思いました。非常に軽い。改めてノート PC に軽さが非常に重要だということを思い出させてくれました。普通なら14インチもあれば重さは 2kg 以上あるのが多い世界ですが、カタログでは 1.19kg。さすがレッツノートの重さになってます。またこのモデルは法人モデルであり、調べてみると2020年3月まで販売されてた模様。約1年前まで販売されてた。その際レッツノートを新品で購入しようと思うと非常に高いです。このモデルで約22万円ぐらい。1年前まで新品価格で22万円だったものが中古で 62,500 円で販売されてる。新品にはなかなか手が出せないレッツノート。私の場合、すぐ新品の場合だとカスタマイズしてしまうんですが、レッツノートの場合はすぐに50万近くなってしまいます。実際購入にあたり中古ということで少し不安もあったんですが、Microsoft Office もついてこの値段、購入してしまいました。まず商品が届き、中を見てみると、すごく綺麗でした。使用感はあまり感じられません。起動も早く SSD なのでサクサク動きます。簡単な仕事で使うぐらいなら新品を買うよりこちらのレッツノート中古の方が全然いいです。このレッツノートは画面が14インチあります。個人的には画面の小さいレッツノートの方が人気があるなんて考えられません。また中古なのでバッテリーも心配でしたが、今のところ問題ありません。先ほど言ったキーボードの広さも 19mm あり、キーストロークは 2mm で結構しっかり打てます。レッツノートのホームページにこういうのも載ってました。平均の愛用年数 6.04 年。私はだいたい4年おきにノートは変えてますが、このレッツノートの平均愛用期間は6年と、普通のノート PC よりも長く愛されてると思います。そして落下時の非故障率 91.2%。元が軽いので、それだけ衝撃は少なくできてるということでしょう。そして平均の愛用台数 3.02 台。まさに私3台目です。ただ残念なのがこの法人向けのレッツノート、トラックパッドは丸ではありません。四角です。丸だと指をくるくる回してスクロールしたりできたんですが、その機能がないのはちょっと残念。残念に思ったのはそのぐらいでしょうか。そして私がレッツノートいいなと感じるところの一つはデザイン。ずっと変わりません。レッツノートを持っている人がいて、パッと見それが古いのか新しいものなのか全然わかりません。その点は私は非常にいいと思います。見る人が見れば、レッツノートはこだわりのわかるビジネスマン、仕事ができる人というふうに見られるでしょう。アップルの MacBook なんかはどちらかというとデザイナーとかクリエイターとかそういうイメージがありますが、このレッツノートはビジネスマン、ザ・ビジネスマンという感じです。私は思ってきました。レッツノートの一番残念な点は値段です。新品で買おうと思うと非常に高い。他の同じようなノート PC に比べて10万円は高くなるでしょう。すいません、この辺は感覚なんですが、そのぐらいだったと思います。物がいいのは分かりますが、やはり高すぎる。なので直近2台は他社のノート PC を購入してきました。ただこの中古の場合は、その一番ネックな価格を安く購入することができ、一番ネックな問題を解決してくれてるんです。レッツノートに興味のある方、また持ち運びの機会が多く、 PC の処理能力をそこまで求めてない方は非常にいい品物だと思います。ただ中古なので個体差はあると思いますのでご注意ください。さて今回レッツノートの中古の褒めまくりの動画でしたが、最後に私が普段仕事で使っているヒューレット・パッカードのスペクトル、これと比べてどうなのかというお話をしたいと思います。持ち運びはもちろんレッツノートが一番いいでしょう。 CPU なんかも全然違うので比べることはできませんが、操作においてちょっと思ったことがあります。それはヒューレット・パッカードのスペクトルは画面がタッチ式だということ。画面がタッチ式のノート PC に慣れてしまうと、買い替えもやはりタッチ式がいいなと思ってしまいます。レッツノートも最近タッチ式のものも出ており、この QV9 12インチはタッチ式になってます。いいなと思って見てみると、軒並み30万ぐらい。これからいろいろカスタマイズなんかしていけば、やはり40万ぐらいになるでしょう。ノート PC で40万というのはなかなか手が出せません。なので前回私は同じくらいの性能で約20万ぐらいであったヒューレット・パッカードのスペクトル、そちらを購入してしまったんです。やはり改めて見てみて、レッツノート高すぎです。中古の6万円台がどれだけすごいことかお分かりいただけたでしょうか。レッツノートは長年形もずっと同じで、新商品とか言って季節ごとに出てるのも CPU をちょっといじったぐらいの、ほとんどがそんな感じなのに、なぜこんな高い価格でずっと販売し続けてるんでしょうか。もっと安ければもっと使う人は増えるはずなのに、もっと購入しやすい価格帯であれば、 Apple の MacBook のように世界的に熱烈な不安が生まれる、そんな可能性を秘めてるのに非常に残念で仕方ありません。そんな感じで私が唯一の欠点と思えるレッツノート、その欠点は価格でした。そんな感じでこのチャンネルは私が気になったこと、気になるもの、こだわったものなどを紹介してます。よかったらチャンネル登録をお願いします。それでは今回はこの辺で、ごきげんよう。